6歳未満の母子家族提供事例につきまして記者会見を行わせていただきます。臓器提供施設名ですが、富山大学附属病院、富山県にございます。ドナーの方の年齢ですが、6歳未満であります。性別は男児であります。ドナーの方の原疾患ですが、低酸素性脳症であります。本人は意思表示はございませんでした。私どもは日本臓器移植ネットワークに第一報をいただいた連絡受診の日時は6月12日の17時30分です。コーディネーターが伺いまして、脳死判定承諾書、臓器摘出承諾書をご家族より受領しましたのは同日の20時10分であります。ご家族による承諾臓器ですが、心臓、肺、肝臓、膵臓、腎臓、小腸、眼球であります。ご両親よりですね、コメントを預かっておりますので、読み上げさせていただきます。息子は私たち家族が精一杯愛情を注いで育ててきました。元気な息子の万博に振り回されながらも楽しい時間を家族みんなで過ごしてきました。本日息子は私たちの元から遠くへ旅立っていきました。このことは私たちにとって大変悲しいことではありますが、大きな希望を残してくれました。息子が誰かの体の一部となって長く生きてくれるのではないかと、そしてこのようなことを成し遂げる息子を誇りに思っています。私たちの取った行動が皆様に正しく理解され、息子のことを長く記憶に留めていただけるなら幸いです。